かに。了解。これは体調観察、健康観察。え、ルームわからん、わー間違った。うん、いつものあれ貼り付けた。なんかたまにバグるよな。ルームスたくさん来た。アクティビティも良かった。あれな、なんか分からんけどな、反映されてなくてな、もう一回上げ直した。今日は前髪も巻いてないねん。全然邪魔じゃない長さ、ちょうどよくしてくれたのでね。あ、ボケましたボケたんか、ごめん。セーラー、セーラー服言ってたんや、忘れた、ごめん記憶力がもうない。セーラー服な、オッケー、セーラー服言ってたな、そういえば、ごめん言ってたわ、そうやそうや言ってたわ、ね、メモしない、やばい。ボブ全然寝癖ついてない。これアイロンかけてない。アイロンかけるってなんか洗濯みたいなのな。アイロンしてないで。あ、まだメンバーバレてないと思う多分。え、なんかみんな服めっちゃあれじゃない、仮装系じゃない、なんかさ、カジュアルなとかも言うかなと思って、そういう系統のもありですよ。ボブかわいい、やったー。なあ、髪の毛すごい、これなギリな、隠れるんよ。くれるとこにしたくねって言ってやってくれた。若菜さんの公演の時のやつみたいになる。え、個人的にこのハーフかわいい、こういうハーフかわいい、適当やからあんまりやけど、普通のお出かけの服あり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 。どういう形態にする、ジャンル。え、何個いる、そういうの。何個仮装みたいなやつがいい、コスプレか。一回くくるちゃうねん、まだな、今日さやってたとこやからな、あんまくくりたくないねんな。しかもこんな伸びきったゴムしかないという。どうしよう、髪切ってブレイクしたメンバー。え、そう、ハンジュさんみたいにさ、若干若干あんなことにならないかなとか思って切ってみてんけど。あ、落ちてきた。やっぱり長い伸びやったらあかんな。若菜さん経由の半女さん行き、おもろ、バスやん。耳かけか、両方これか。耳かけやな、顔明るく見える。リンゴヘア、もうボブになったから髪型やるのめんどくさくなったぞ。よし、じゃまだな、昨日当てたとこやから、矯正あんまり触ってないよ、まだヘアアレンジもしてなくて、まだ髪の毛も巻いてなくて。短い方が女の子らしくなる、ほんまに。やった、ちょっと若返るかなとか思って。そう、またショールーム行ってた。え、アンジュさんのとこ行ってさ、アイカさんのとこ行ったらさ、アイカさんのとこにアンジュさん現れてさ、みたいな、びっくりした。写真撮ったかわいい、かわいい、ちょ、思ってさ、びっくりした、嘘やんみたいな、かわいすぎ。なあ、今日はやめとこ。でもな、調べたらな、翌日から行ける僕ってみたいで、こことなんかな鉢植えのちょ、こことここ当ててん、こことここと前髪当ててんか。だからそこ以外やったらいけんねんけど、一応ね、そうやめとく。猫娘は目の、あ、猫のカラコン、猫の目なん。カラコン入れたことないねんな。ここは爪引っかかるのかな、ガリッとか言って。いた、
なあ、あれもうな、その配信するときには誰がやるか決まっててんよ。ボブしかできないヘアアレンジ、おろし系ってこと？ツインお団子とかできんのかな。ツインはギリできると思う。お団子もいけるか。じゃあ、え、いけそういけそういけそう、クイーンってやった。あ、いけるいけるいける。おったよ昨日、あいかさんとか。でも星全部投げちゃったからさ、アイジさんに。だから何もないから投げられ、ああ今日そのままがいい。確かにね、そのままにしとこう。まだ耳もかけてないね。ここ矯正当てたからさ、あんまりさ耳かけたらさあれかなと思って。だから今日は何もしない。 S 塚さん部屋、確かに確かに。もうちょっと長いんちゃう、 S 塚さんは。源 S 塚さんやろ。あ、でもこんなもんか。 S 塚さんする。いやでもなんかな、あれ小5やしな、ちょっとな。ちょ、どんなんがいい。今セーラー服出たで、普通の対比、普通の服との対比がどれくらいの頻度でコスプレするか。心霊ロケのファブリーズ聞くのって本当、えなあ、びっくりした。だからアンジュさんに何かあったらファブリーズ握りしめていくわ。ツインって可愛いと思う。じゃツインってどれかにしよう。ファブリーズ握りしめてアンジュさんって言って走っていくわ。マイティーさんのところでサクちゃんの髪型、あーちょっとハラハラした。あ、そうなん。あ、マイティーさんのショールームでってことか。マイティーさんのところはさすがに行ってない、時間が時間やったし。ね、愛花さんとこも途中で抜けた。上田和樹さんギフトありがとうございます。どうしよう、どのくらいの割合がいい。半々くらいか、コスプレが多いか、普通が多いか。もう普通が多いやったら半分コスプレで埋まってるから。伊達ちゃん、小丸さんギフトありがとうございます。みんなどっちの方がいいんやろ。よし、あ、テロップじゃない、テロップじゃない。へー、宮島さくらさん、へー、おるんや、同じ名前感じ。やった、仲良くしましょう。見たことないけど、で、なに、あー、そうそう、投票しようと思ったんや。1が半々、2が、コスプレが多い、普通が少ないで、3がコスプレが少なくて普通が多いです。耳の上くくられへんねんな。どうだ、1が半々、2がコスプレ多い、3が普通が多い。難しい。1が半々、2が普通と半々、え、普通が、え、1が半々、2がコスプレが多い、3が普通が多い。よしよしよし。難しいなこれ。どうだどうだ、1が半々、2がコスプレが多い、3が私服が多い。どうだどうだ、セーラー服と体操服とランドセル。ランドセルか、あ、でもあれやねんな、私な、なんかランドセルをアレンジするみたいなやつでさ、小物に変えてもうたからない。1が半々、2がコスプレが多い、3が私服が多い。みんなそろそろ終わりかな。よし、終了します。おお、やっぱり半々が多いよね。私もそう思った。よし、半々にしましょう。ということで半々です。ということは今あの4つ埋まってるんですよ。1個目が
クマさんで2個目が体操服で3個目が、猫娘で4個目がセーラー服です。さあどうしましょう。お話し会のさくちゃんはショールームでも MC でもない黒島です。アンジュさんの着ぐるみないです。残念ながら寄せに行けないんですよ。ゆきのちゃんみたいなへそだし。なるほどね。じゃあそれ私服の方に入れたいんじゃん。かっこいい系ってこと？ストリート系？ストリート系？ストリート系？オッケー。ストリート系があんまりないかわからんけど、なんか猫娘な、弥生ちゃんになやってよって言われて、なんかあのねじれハーフツインした時に、ねじれハーフツインってちょっとここ盛り上がんねんな、こんな感じなんね。だからなんかゲゲゲの鬼太郎猫娘に似てるって言って、で今度コスプレしてよって言われたからやります。でも服見つからんかったらやらんかもしれん。腹出しきます。衣装作って着る、あれなあれなあれな、ちょっとなダサい。ジョーさんギフトありがとうございます。へそ出し頑張って、ちょっとこうやって映るわ。ちょっとなダサいね、あれ。あの体調悪い時に、あの体調悪い時にガーって、あの3時間くらいで作った衣装やから、ちょっとダサい。あかん。ジョンさんギフトありがとうございます。体調悪くて休まなあかんかったんけど、なんか休むんでも暇やったからやってた。ちょっと前というか結構前、体操服なんかいつかも決まってないんよな。なんか変なことになった。あのいつが肩叩き、肩叩きって衣装ん、どれがどれわからない。アンジュさんとしまいこうで、いやだ無理、やりたいけど。ガーリー系了解、ちょっとやりたかった。ポンギーさんギフトありがとう。ももかさんから返信来てた、返そう。大きいパーカー、おーあるかな顔。アンジュさんの宣伝ってなんでやねん、なんで黒島がアンジュさんのやつやねん。あーちょっと寒い、11月やし。オッケー、ガーリー入れていい？ちょガーリーちょっとやりたかったやん。ちょっとガーリーやりたかったね。ガーリーガーリーガーリーいい？入れるで。ガーリー、あ帽子かぶる、帽子かぶる、帽子かぶるか、帽子かぶるか。帽子あんま好きちゃうねんな、なんかな似合わんのよ。帽子似合わんのよ。肩叩き制服、なんかさたまに衣装の時あるくない、写メ会とか衣装やったよな。なんかもうどれがどれか分かれへん。ひかるちゃんってお話し会とかあかんのかな、いけたらちょっと聞きたいんだけど分かれへん。もう黒島ちゃんの例にアンジュさんのせいでセーターティーの音がなぜか並ぶという、おもろ。ベレー帽、ベレー帽ってどんなやったっけ。あーなんかこういうやつか、あった気がする、めっちゃ冬物やけどあった気がする。かぶるか、かぶるか、いい感じやったらかぶってみる。髪切ったよ、でもついた、じゃ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  S X で言うたらあかんで、まだ。しんない見ない、身内、もうやばいわ、身内が読まれへんかった、もう身内が読まれへんかった、どうしよう、やばい。アビちゃんが身内にめちゃくちゃ似て読もうと思ったのに「しんない」とか言うたし、肩叩きと写メ会両方になるのか片方になるのか、あれな、なんかどうなんやろ、なんかどの日にどれがあるんかあんま分かってないねんけど。えそのオンライン以外の3回でやるってことやんな、うん、みんな分からないけどいっぱい来てね。ポニーテとツインってできませんか。ツインはできます。ポニーはローポニーやったらいける。あの高いこんなポニーは無理、こういうローポニーはいける、うんって感じ。多分なできるっちゃできるんよ。お団子とかは多分頑張ったらいけるのけどね、あのどっちにしろこの短いやつを上に上げたとしてもこんな感じになるからあんまり可愛くない。あのなんか侍みたいな感じになるから、東京行く、やったやったやった、来て、嬉しい。
東京か、東京か、東京で遊びたいな。じゃあひかるちゃんとか来られへんのかな。あ、1日目が握手会で、ちょっと待ってメモしとかな、分かれへん。ん、大阪の、大阪の、大阪の1が握手会で、2が写メ会と、なるほど、写メ会と肩叩き、なるほど。東京は何なんやろ、萌え袖かわいい。ああ、あれか、ツイッターのやつか。上田和樹さんギフトありがとうございます。あやみちゃんママの霊もあるとかないとか、ペンギン霊もあるとかないとかやったもんな去年。おもろ、大阪幕張メッセより行きやすいと思う。確かにね、確かに確かに。あ、踊るんるんって呼んでるんや、まだりさちゃん。あれ決まってない、まだ決まったんじゃ、さすがに。踊るんるん可愛いよな、踊るんるんであってほしいけど多分ないと思う。肩叩きは私らがする方やと思う多分。上田和樹さんギフトありがとうございます。なんか私もあんま分かってないな、幕張メッセは東京ではない。なるほど、オッケー。どこの県、私あのあれなんよ、地理があんまり分からない、あんまりどころか全く分からない。上野公園、上野公園、上野公園、ちょっと体調観察書いていい、健康観察よ、何回間違えない。8月、7月31日から8月6日まで、体調は普通、普通、普通。楽しかったこと、楽しかったこと、なんかやったっけ。さくちゃんは一日何部かな。私めっちゃ少ないんよ、少ないんよ。リサちゃん正式な名前が決まって戻るんる、かわいい。握手会去年から、去年前回から復活。あ、肩叩きでストレス発散、おらーっておもろ、気合い入れなあかんからな、思いっきりやるな。お話し会どんな髪型、巻く、巻きたい、くびれ巻きかくるんくるんって感じか。でもな、私32ミリのコテっていうのがあるんですけど、太めのコテなんですよ、それが。それしか持ってなくて、25とか6とかじゃないと巻きにくいかも、このあれは、この長さは。絵日記にやったらまとめてかけて、あああれなんや、ちゃうねんちゃうねんちゃうねん。あんな、なんか公園とかあったら挟んだら、その前日とか投稿すんねん。で、公園挟むやん、疲れたーって帰ってきて、その日か次の日は投稿せへんの。もうなんか忘れてる、記憶からなくなって。そうで書かれへんのよ。東京のやつは、次は8月7から8月13、キュウキちゃおう。八木公園、八木公園楽しかった。八木公園楽しかった。もう一回やりたい、もう一回やるやん。デート風、ジョンさんギフトありがとうございます。難しいよね毎日。24、 あーもう過ぎてる。あやぴょんがあやみちゃんとイチャイチャしてクレープ焼いて、りさちゃんはか焼き餅焼いてました。あやみちゃんとイチャイチャクレープを焼いただと、あやみちゃんとあやぴょんが
あかんで、あやぴょん、あやみちゃん、かわいそうでしょ、そんな。かわあ。前髪切ったって言いながら話しかけてくる。オッケーオッケーオッケー。あやぴょんに食べられるで。あかんわ、ほんまに。なんてことさしてるん。あやみちゃん、かわいそう。あやみちゃん目線、そう、そっち側よりやから。ほんまに危ない、あかんで、あやぴょんは。笹岡さんの年齢が32歳って言われた。若いな、若いな。今のお母さんってそんなもん。32歳、え、クマさんより若い。そんなもんなの、クマさんより若い。え、ライオン先生と同い年くらいかも。え、やば、若いな、若いな。来年キャンプ行きたいね、肝試ししたいね。肝試しがいい。あやぴょんって抱きついて、私はいいから、別に私はいいよ。あやみちゃんはあかんねん、食べられる。山田奈々さんが31。ひー、え、じゃあ若いな、めっちゃ若いな。何歳で出産、出産とか言って、何歳であやみちゃんは誕生、今13やんな。うん、あ、でもお誕生日の関係で12かも、分からない。お化け屋敷平気な人です。アンジュさんと行きたい、もう今年ちゃうわ、来年お願い、行きたい。サクパンチビックハンターやったり、やっぱりアイピョンもそうだった。サクパンはなんかいいねん、なんかなんやろな、おもろ、なんか何の違い分かれへん、おもろい、あれ。20歳の時、20歳って若い、分かれへん、もう分かれへん。14、今日は20、もう分かれへん。あー、分からない。楽しかったとこでピカと遊んだって書いてある。今のアンジャさんならもう子供ある。やばー、若いな、そう考えたら若いな。キャンプの参加、うん、高校生以上じゃないで、今年は高校生からみたいな感じだったけど、分からへん。9期は全員やったけど、去年は8期が全員やって、ほら、え、この写メ会とかさ、肩叩きとかの握手会とかのやつでさ、なんかどういう、衣装どうなんだろうな、誰か知ってる人おらんかな。こういう年齢来たかったな。坂田の妹ちゃんがダンススクール、絶対可愛い。ギャルくなんのかな、高校生くらいになったらギャルしてんのかな。そう、去年一泊やったし、今年短縮やな。確かに、近ぽよさんに聞いてみる。シャメ会は衣装か。じゃあ一個どっちを減らす、なんか平等にはできん気がする。シャメ会は衣装か。え、じゃあ一個減らす、19だ、あやみちゃん、やば、若いな、若いな。10歳歳言ってたから、そうなん、みさきちゃん、あれだよ、私のお姉ちゃんも10歳歳で、ふん、かわいいな、絶対かわいいな。キ
キャンプ行きたいな。ちょ、アンジュさんとな、お化け屋敷みたいなやつがいいな。どうにかしてできひんかな。私服が多い。あー確かに普段にも使える。でもな、もうな、あれやね、4個埋まってるねん、あのコスプレが。まあ抜いていいんやったら抜いたらいいけど。あ、夏休み中にアンジュさんと書く。いや行きたいけどもう終わりやし、予定詰まってるんよ。パン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 、もう行く日がない。どんなコスプレ持ってるの。写真見たら思い出すかな。あんま覚えてない。坂田の妹ちゃんが質問で、坂田はどんな子ですかって聞いて、かわいい。あ、それ言ってたわ、言ってたわ、聞いた聞いた。劇場行ったらさ、その話しててさ、坂田とかマイティさんとかケイトさんとかが、それのことね。カチューシャあると万博っぽい。あー確かに確かに、ちょっと一昔前になるな。よいしょ。今日の服何ですか。ピンクと白。アンジュさん追いかけるのは黒服の黒眼鏡が、眼鏡似合わんねんな。黒服はええんやけど。え、アンジュさんがカッコ行こうって誘ってくれてたのに。そんな誘ってくれたら行くやん。もう学校、学校どうなってでも行くやん。でもね、予定がいっぱいあるんよ。めっちゃ詰まってるの。しかも短いからさ。そんなアンジュさんが誘ってくれたらもういつでも飛んでいきますよ。いつでも。雪乃ちゃん系のコスプレ、それもコスプレではないんじゃないかな。あのでもあれストリート系で入れてるっぽいやつにして、ストリートが分からんけど。とお話し会は懐かしい、ナンバーザールの写真出てきた。ソフトクリームや、楽しかった。これ若ー、若い、若浴衣、これ可愛かったねんな。超若い。こんにちは、ポコちゃんみたいな。ポコちゃんおられないんです。あの違う階の方にね。でもって、何年、去年とかじゃん。握手会でメガネかける、メガネな、メガネなあるんよここに。でもな、あのマスクつけてたらまだいい。でメイクしてたら、もうメイクするけど、なんかな、私もメガネ似合わんねんな。ない方がいい。しかもノーメイクやし。ほら面白い。なんかイモイモイモ、なんか面白いから。しかもアンジュさんメガネ黒じゃなくて、あれやし、透明っぽいのつけてたし、透明っぽいのもかけてみてね、アンジュさんみたいなと思って。けど似合わんかったからやめた。懐かしい、みひなちゃんのあれ出てきた、プリクラ。黒島は、あ、アリスとかある。アリスと、アリスと、アリスと、あ、ウサギと白ウサギ、白ウサギと黒ウサギもあると思う。黒猫もあると思う。とあ、サーニャと、
サーニャはもうちょっと、もうわかん。あとはね、アンジュさんと写真撮ったの出てきた。パジャマ、パジャマと赤のウサギもある。赤のウサギと、他はあ、もうこんなもん、なんアリスとそんなもんか。あ、なんか違うアリスもあった気すんねんな。サーニャ黒バージョンサーニャ黒バージョンワンタンメンさんギフトありがとうございます。コスプレもするよ。アンジュさんはアンカツやけど、黒島ちゃんは何カツ、黒カツなんか食べ物みたいやなあー着物でも暑ない、暑いって寒いやんなんか夏じゃない着物って。逆に大人っぽい、あーあり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 、あり野原俊之介、のすけさんギフトありがとうございますなんか冬やん、もうクリスマスやん。何カツやろ、何カツがいいと思う分からへん、なんかなんとなく言いやすいので、何カツを言うといて。振袖、え、着物って冬のイメージ、ほんまに。でも一人で着れんのかな、着物で行くでも面白いで、絶対絶対着物で「おはようございます」って言ったらおもろいで。あかんあかん、サクカツあり、そうする。サクサクカツはもう食べ物や夏は浴衣、冬が着物、へえ、なるほどね。大人っぽい服、なるほど。サクカツって言っていて OK、 そうしよう、サクカツにする。え、せっかくやったらカタカナがいい、カタカナでサクカツにしようへえ、着物が秋冬、なるほどなるほど。もう着物レンタルか、じゃあスーツスーツスーツか、スーツか、スーツか、スーツか。またそれは就職とかのお話になってからもう一回買えへん。あ、そう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 、それしおりさんのそれ、サクカツカタカナと感じ、そう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 それがいい。あー、た確かに定期的に D カツしてる、さっきも見ててん DM。 今はアニマル、名前覚えてないけどアニマルなんたらのやつ見てた。ゆうちにこういうネタなんだろう、全部買ってくれるんじゃ買ってもらうのがお目当てだよな、 OL みたいな服。お姉ちゃんの服から、ああやりやり。でもな、全部持ってってんねんな今、お姉ちゃんの家に。幼稚園にでも、ああ確かにね、あり。でもどれが衣装なんか分からへんねんな、どれが衣装なんか聞いて、とりあえず10個入れといて、ちょっとこれはっていうの省いていこうかな。買われへんとかもあるから、あのなんかなかったみたいなコスプレの衣装が。勝負服おもろ、勝負服って何、アニマル惑星や、アニマル惑星や、え、音で見た、ウェーイ、糸なし電話、おー、いいな、もしもし、柔道服来たな、ショールームで。幼稚園児似合う、なんかバカにしてる、ちょっとちょっとバカにしてるよな。幼稚園児もありやな、チェンジするか。逆に大人っぽい、確かにね。幼稚園児一回入れていい？幼稚、幼稚、あ、柔道着だよ。
幼稚ちちって何だっけ、アミタンとかぶるよな。高秀さんギフトありがとうございます。幼稚あみおちゃん、さくちゃんのチャイナック、ありありあり。でもチャイナック一回来たことあるよな。ち、あーそれや、うわえぐいな。幼稚園阪神とかな、野球分かれへんねんな。黄色のカバンを必須アイテム、黄色い帽子あったっけ、置いてるからさすがにしてた。いやなんか誰かにあげた気もする。あーお子ちゃま系全面に出してくるあみたんね。確かにあやみちゃんは結構そういう系のもあると思うけど、違うのもあると思う。え、じゃあ大人っぽいなんか私服、大人っぽい系大人っぽい系の私服にするわ。 OK、 大人っぽい、12345678、あと2個、あと2個やけど入れれるか分からん。あれ、ゆいなさんとかジオンさんとか幼稚園にしてた。あジオンさんは覚えてる、めっちゃめっちゃ可愛かったやん、覚えてる。全身タイツなんで好き転んで自分からやりに行くねん。でも面白そうやな幼稚園児。じゃあどれがいいかとか、またさどの日程にどれと分かってからいいですよ。じゃあ近坊さんに聞く。こんにちは、ポリスとかナースとか、あああり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 、あーいいな、ポリスかなり、なりポリスかナースか。でもナースやった気するけどな。ペンギン、ペンギンな、なんかな変な顔しかなかった。なんかすごいとこに目ついてるやつとかしかなかった。逆にダンソー、いやダンソーにゃんと思うねんな。ポリスかナース、ポリスがいいな、ポリスにしよう。あと1個ペンギンさんに相談、絶対乗ってくれるわけない。黒島アン、リアル白衣の天使、あ天使、天使いいな。ジョンさんギフトありがとうございます。前悪魔やったしな、弥生ちゃんに、あー弥生ちゃんに服選んでもらって、メンバープロデュース握手会、あーあり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 、あやぴょんにメイク、あやぴょん、ゆうきのちゃんにメイクしてもらおうかな。ジョンさんギフトありがとうございます。であえてまこちに髪の毛やってもらってありあり、学校の先生、学校の先生私服やからあんま分かれへんねんな。レースクイーン、レースクイーンって何、工場作業服ジョンさんギフトありがとうございます。あ服がないんですってアイズさんに頼んだら、いやいやそんな恥ずかしい、いやいや、あジャージ、なるほどねジャージ、あでも体操服の上にジャージとかでいいんじゃん。分かれへん、スーツ、スーツなースーツなースーツかースーツかースーツかー、全部どうしよう。アンジュさんに生誕って、いやいや恥ずかしい、そんなこと黒島ができると思う？あそう、シオンさんの赤ジャージを思い浮かべた私は。じゃあこれいらんかな、夏休みの課題の答え。どうあったの、捨てたろ、捨てた、あエル太郎、エル太郎エル太郎って言ってまた、エル太郎の風使いの、あー民族の、なるほどね、ありありあり、あありでございます適当にありあり言ってた覚えるってどんな普通の、えでもほぼスーツみたいな、いやーいやーあかんで、そんなアンジュさんに迷惑かけないで、恥ずかしい、もう顔合わせられへんくなるから。もう夏休みの課題はもうバッチリです、超バッチリ。
ちょっとあの最後の仕上げだけやっていい？あのポスター書いてんけど、そのポスターの裏にね腹の赤いやつがあったんよ。でその腹の赤いやつをまだ貼ってないから昨日な美容室行ってんよ。美容室行った時にな、なんか質問とかしてくれんだけど、それの時に声枯れてめっちゃ急に、昨日から声出えへんかったんよ。あの自己紹介見たら分かるんやけど、ちょっと声カスカス気味やって、でもう全然出えへんくなって、はいみたいな、はいみたいな、昨日は昨日と一昨日は声の調子があまりよろしくなかったですね。よし、アフリカの民族持ってんの？なんで？なんで持ってんの？すげえ。アフリカ行ったん？すごいな。ちょインド行ってさ、インドやって、インド？インド？顔切れてるし。インド、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 インドでいいや。インド、ちょっと待って、なんかダサいねんけど、びっくりする。黒の糊でくっつけたらさ、黒がなんか染みてなんかダサい。まあええか。じゃーん。これはそんなに気に入ってないからいい。さくちゃんパパなら民族衣装持ってそう。さすがに持ってない。変わった糊なんかな。なんかコストコ行って買ってたやつのなんかこれだけ残ってもうてん、大きくて、だからこれ使ってる、なくならそうと思って。アフリカじゃああれがいいね。インド行ってさ、ガネーシャのさ置物欲しい見守っといてもらおうと思って上田和樹さんギフトありがとうございます。なんて言うんやろな、グルーグーグラーズデコ、エンジョイスタインドグルグラーズグルーグローグラーズママギチアウトドアやからいろんなもの。確かにね、こういろいろ持ってる。猿の被り物とか持ってるもん。なんでやねんって感じ。パーマのやつとかなんちらとかなんでやねん。チャイナもな、やったことあるんよな、やったことあるんよな。なんかやったことないのがいいんよな。しかもな、コスプレがこれ以上増えたら多くなってまう。カメラ映ってないとこにアンジュさんのポスター貼ってない、貼ってない。ちょっとここに一枚あれはあるけど、コースターはあるけど。そう、弥生ちゃんのな、猫娘採用喜んでる、やった、じゃやってって言ってたからさ、せっかく言ってくれたからさ、やりたいなと思って。インドのサリーもおしゃれ。へえ、サリーって言うんや。喜んでくれたならよかった。貼ってないよさすがにポスター。でもな、最近っていうかさ、ちょっと前からないけどさ、あの佐藤のさ、和食佐藤のさ広告でさ、アンジュさんとさ、マイティさんと渚さんがさニコニコしてて、もう可愛いと思って、もう可愛い、やばくない、あれやばくない、めっちゃ可愛くない、もう可愛い、ガチで可愛い、ガチで可愛い、もう可愛いよね、本当に本当に。天井に飾ってたら思った、おもろ。ワンコチパパも面白い。家にダジャレ書いた紙ガネーシャか、ワイティと渚さん入ってるよ、入ってるもん。でもさて行こうみたいな渚さんの可愛らしい声が聞こえてきたら、ちょっと右の方見るような、
先にあって思って右の方画面の右端の方見るような、あ可愛いと思って映ってある。リビングにお別れさんのポスト違う、え可愛いよな、可愛すぎるやって、やっぱり分かってんな、可愛いよな、ほんまに可愛い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 。店員さんに言ったからな、あやみちゃんの直筆引いちゃったから誰か指名できますよって言われて、え33だよって言って持ってきてもらった、やったやった、やった可愛いやろ可愛いやろ、もう可愛い、やっぱり可愛いで、もうちょっと伸びたらアンジュさんみたいなのできるかな。なんか髪の毛ポヨンポヨンしてるな、しかもストレート当てたってやからすごいポヨンポヨンしてる、髪でポヨンポヨンポヨンって感じ。コースさんにサインはもらってない、卒業するまでに。ハンジさんのインスタラインにも直し、ああやな、かわいいやな、黒島さんもかわいい、なわけないやろ。ハンジさんとのツーショット拡大してプリントアウトして、おもろすぎやろ、めっちゃおもろいやん。それを天井に貼るんやろ、やば、怖いな、もうもはやもはや怖い、おもろすぎ、半分ツインテール、こういうこと、半分ツインテール、こういうこと、半分でいいの、面白いね、なあそんな、もうすでに貼って、貼ってない、なあどんな人間やと思ってんの、どこまでオーターやと思ってるんよ、違う、ハーフツイン、なるほどね、ハーフツインはいつかやる、こういう系のハーフツインがいい、こういう系ってなんか面白いかな、この髪型でやった、なんか面白いな。え、やゆちゃんからも返信来てる？見よ。やった。給料の話しないの。かわいいやろ、アンジュさん。もう。かわいい、かわいい、かわいい、めっちゃ落ちるやん、君、君やる気ないんかね、下げとこ、服とりあえず待って、あと1個やんな、あと1個ガーリー系と、じゃあ普通の方、ガーリー系と大人っぽいのとストリートと、あとなんか私服の系統なんかない？私服の系統、黒島ちゃんの通帳、通帳もしかしてペンギンやりたまってんじゃん、おもろ、まだおろしたことないんだし、あ猫かぶる、物理的に、なるほどね、物理的にかぶるのね、ほう、上田和樹さんギフトありがとうございます。どうしよっかな、まあ、熊田さんの中には入るとして、どうしよっかな、あ私服交換、私服交換か、私服交換か、ピンで髪の毛止める、ピンねないんよ、あのロングの時にさ止めてなくてさ、オーバーオール好き？オーバーオールってなんかさ賛否両論
分かりやすくない？割となんか好きっていうのと嫌いっていう人いるから。ゴスロリ？ロリかこの星は。できるかな。ボブやし合うとは思うよ。わかる。視覚交換か。視覚交換か。ヤヨさんは今日のショールーム始める。おお。すごいリアルタイムにコメントしてくれてるんやな。白雪姫、あれちゃん、アリスちゃん、アリス2パターンあるで。あのミヒナちゃんと来た時のアリスと、なんか複雑な形のタイプのアリスある。アンジュさんの着ぐるみ忘れてる。アンジュさんの着ぐるみ着いひんないしないからないから。あー今回も握手会も足元隠れる。確かに。でも全身の写真撮ったらいいんちゃう。まあ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 、見える見える。あのちょっと覇気で見よう。もう通り越して壁を。え、アンジュさんっぽい服やったの分かるから。えもう今日はやめよう。え、アンジュさんっぽい、アンジュさんが買ってるお店で買おうかな。じゃあ服あかん、ほんまにあかん。ネコミアンジュさんに、かわいいこれつけてくださいって。かわいい、一緒につけたいな。じゃあかわいい、かわいい。買ったコスプレどうする。そうやな、学校も私服も着やんから。またいつか何かで使えるやろうってことで置いてる。お話し会とかでもう一回着ることがあるかもしやんって言って一緒に服買いに行く。いやー行きたいけど無理。行きたいけど無理。ああ雪乃ちゃんとかイブ持ってそう。確かにありそうやな。でも私めっちゃ持ってると思うねん。なんかないかな。え、ちょっとどうしよう。アンジュさんのさ、なんかここの服好きみたいなツイッターあったやん。あれのさ同じとこでさ買ったらさ、さすがにさキモいからさやめとこ、やめとこ。怖い怖い。え、でもね組みつけてほしいな。あったっけ、なんか猫耳何個かあってんな。よいしょ。はいはい。あ、ウサギの尻尾とかある。羊もある。あ、トナカイ、トナカイ。あった、猫、猫かわいい。よいしょよいしょ。ちょっとうるさいけど。ボブに猫かわいいな。ノーメイクでやるのはちょっとあれけど。後輩にアンジュさんガチ押し出てきたらって感じ。あ、アンジュさんが公園出てる間にホイールミラーでアンジュさんの私服。そっち、アンジュさん王じゃなくてアンジュさんの服をコピー。なるほどね。ちょっとなんか思考がちょっとやばみたい。私はあーオンラインクリスマス系の、でも私服しか枠が空いてないよな。私服、クリスマス系の私服って何、調べよう。ニットとか、クリスマスの私服。
私服に若干帽子とかトナカイとかみたいな。サンタさんやったらあるんよな。普通の私服？普通の私服にってことか。雪みたいな服独特。体中にイルミネーションつける。おお斬新やね。もう星スター。佐藤くんさんギフトありがとうございます。白いニット、あーある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 で。あいいんちゃん。じゃあ仮猫のプレゼントで白いニット着てきましたみたいな感じ。よう分からんからもう忘れてもらおう。え気に入った。猫かわいい。猫どっかでつけたいな。どれの時つけこちょこちょの人来た。メンバーは気笑こちょこちょしてないですね。あれからしてないです。どこからかわからんけどあれからないです。白いニットに猫耳でからおもろ。常につけてていい。つけとこじゃ。ちょっとこの後撮らなあかん動画あるから猫耳つけてやるわ。じゃこんばんは。え待ってこれの状況でさアンジュさんとか来たらちょっとやめとこ。怖い。絶対来おへんけど来おへんけどやめまーす。嫌でーす。どうしよう。大人っぽいのも買いたやろ。髪短くなったんだよ。そうなんかないかなー。もう置いてる。いやいやいやそんなわけ。おらおらおら。よかった。ふんふん。髪短くなりました。すごいここ競争やってたからものすごいピッカピカ。やみちゃんが、やみちゃんがどうした。どうした。髪の毛切りましたって書いてポコちゃんの写真。ああ、匂わせ。いやーちょっとかっこいい服とかわいい服どっちが好きですか。かわいい方が好き。割と女の子女の子したのが好きかも。バカラさんに寄せました。わかれ推しです。否定はしないよ。でもアンチョさんが好き。いやバカラさん大好きやで。ほんまにかわいいかわいい。鼻につけといた。ペンギンとクマどっちが好き。クマ余裕で。クマどうしようどうしよう。何着よう。どういう系がいい。へえー、ひなちゃんがやしりとりの配信を真剣に絵を描いてる。かわいい。神で顔隠してください。
か前髪短くなったからもう名前選んでええわ。ゲソのコスプレおもろ。ゲソになるの顔すらついてないし、どうしよっかな。普通にさ私服でさ猫耳とかつけようかな。どうしよっかな。アンジュさんのショールームで顔としてた、可愛かった。え、バレてめっちゃさ恥ずかしかった。バレてると思ってボーイッシュな見てみたい。うわー、ありやありやけど、ボーイッシュ似合うかな。似合うのか。髪切ってる。そうだよ、昨日切りに行きました。あ、スクショもある。いやん、恥ずかしいからやめて。いや、だってさ、だってさ、だってさ、いやもう星さ99溜まってたから投げるやん99で、さすがにギフト投げたらちょっと重いからもう投げへんくなるやん。でもうあとはカウントしか残ってないわけだから、もうカウントしました。普通に白の T シャツに、あー確かにオールバックであれば、あーボイシー似合う。なるほどね、オールバック基準なんやね。なるほど。うーん、髪型ボブにして悲しんでると思ったら加速してる。髪型の人ボブにして、ああ、加速してる。なるほどね、髪型の人、あ通じるんがおもろいなこれ。おもろ、あ月日やな。佐藤くんさんギフトありがとうございます。普通の T シャツでも、 T シャツって言ってもないんよな。あんまり服持ってないんよ。いやもういろんなとこ行って星集める。なんかそれもいいねんけど、見逃したくないんよ。でタブレットなんか違う部屋に置いてたから使えんくて、そうどうしようかな。伝わるのかな。いやおもろない、なんかあの脇こちょこちょの人、脇腹こちょこちょの人と、あの髪型の人はいつも通じるんがおもろい。だってちゃんこまるさんギフトありがとうございます。パカ姿、パカにしようかな。じゃあパカ、オッケー、パカ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 ポーカーになった。オッケー、だってちゃんこまるさんギフトありがとうございます。石油王黒島ちゃんの通帳から課金してトップに。オーバーサイズのパーカーあり、オーバーサイズのパーカーにしよう。よいしょ、すごいなんかやる気ないね君、君本当に。オーバーサイズのパーカーにします。全部決まった。でチカパヨさんに聞こう、今聞こうかな。今聞いて返信来たら返信来たでってことですよ。何時までも、あとお話しかやんないですよね。ちかぽよさん、ちかぽよさん、ぽよさん、ぽよぽよさん、ぽよぽよさん、え、え、なにこれ、どこのラメ、爪の中にさ、爪のネイルにさつけてるさ、このわかる、このこれ、あの今顔のちょっと真ん中にピンクっぽい
これこのキラッてしてるやつ、これ爪につけてんねんけどさ、え、どっから来たん、どこから来たん、怖っ。熊田さんにつけてあげる。ついた、ついた、ついた。うろこ衣装の日があるか、あー、そう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 、お疲れ様です。確かに、確認します、できそう、確かに話し会なんて入れたらいい、話し会ってよし、お話し会とか握手会って衣装の日ありますかって聞いた。で、ありますか、イエスかノーで帰ってきたら何日ありますかって聞くわ。佐藤くんさんギフトありがとうございます。定型文編おもろ、了解です、確認します。チーフマネージャーって何？瀬戸の誠二さんギフトありがとうございます。確認しますよ。確認しますよ。ちょっと待って、気力早いし。ちょっと待って、ちょっと待って、確認しますやった、確認しますやった。佐藤くんさんもギフトありがとうございます。めっちゃ早いし、めっちゃ早いし、確認します。おもろ、そんなことある。みんな正解、すげえ。いや、さすがに日にち把握してるかと思った、してなかった、まさかの。宿題終わりました全部。おもろ、まさか。もうほんますごいな、みんな私より理解してる、すげえ、やばな、面白いな。よし、誰も来ないと予想。めっちゃおもろいな、そんなことあるよな。ちょっと今さ、あの通知来たらわかるかなとか思ってたけどさ、あの上からさ出てくるやつあるやん、なんかアイコンとともに出てくるやつあるやん、あれが出てきたからめっちゃおもろかった。25日から学校です、始業式でもまだ土日やから休み。あー確かにね、おそらくまあ覚えて把握してるであろうが、あろうが、あろうけど
まあね、一応確認するね。なるほど、近重さんすごいわ。やっぱりさすがマネージャーさん、ちゃんと確認してからいいというね。天才、面白いな。明日から通常か、大変やな。おもろいな、みんな。みんな正解。あ、時間稼ぎの係にします。違う、そんなこと言わない。確かに早いな。28公演出るかな。まだ多分発表されてないよな。で、私にも来てない私にも来てないから、マネージャーさん、チカポヨさんだけじゃないで。倉島か、まあ後でええやかも。うわっ、ひどっ。うわー、丸がバツ。車運転しながら配信聞いて事故にかけたわ。あかんで、ほんまに危なじゃあ確認します。おもろいな、定型文そのまま来ると思ってなかった。上田和樹さんギフトありがとうございます。そろそろ終わるか。ちかぽよさんの確認しますも聞けたとこやし、ジョンさんギフトありがとうございます。みんなお話し会って何したら来たくなる。ジョンさんギフトありがとうございます。ありがとうございます。これ割とな、鈴うるさいね、耳元やから。伊達ちゃん、こまるさんギフトありがとうございます。ちかぽよさんのいいところ、うん、純粋で憎めないところ。あの、確認しますの定型文ばっかり使ってて、割となんかね、抜けてるとこ多いけど、何回憎まれへん愛嬌があるところ。ちかぽよさんの髪型、うん、普通の、うんよくある顔になった。握手会はあるけど話し会は、いやいやいや、あなたは来ないとね。みんな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 来てよ来てよ、お話し会はね。うーんこの耳気に入った。アンジュさんにこれつけてほしいな、絶対かわいいな。チカポヨさんは動物に例えると怠け者悪いな悪いな、怠け者。もう、あ、待ち時間が暇。なるほどね、お話し会。なるほど、なんかリアルやったらな、あ、なんか楽しそうに喋ってるなとか隣見といたらいいけど。高秀さんギフトありがとうございます。怠け者、怠け者やもん、怠け者っぽいもん。血液型分からん、 O かな、分からへん、 A か O。 あ、風鈴みたいで涼しげなの、確かに。あ、終わった後の余韻も寂しい。いいやん、会いたい気持ちは、うん、会いたい気持ちはその人親の気持ちを大きくするからね誰やねん誰やねん、ほんまにランキング見ますおもろい、ほんまに誰やねん。もう一回つけよう。さあ、もうつけたり取ったり。これつけるとこがさ、細いからさ、髪の毛に隠れるね。よし、上田和樹さんギフトありがとうございます。握手会の頃には新チームかな。確かに、ランキングを読もうかと。ああ、なるほどね、時間が確定してるから逆に準備とかできる。確かにね、なるほど。
ランキング見ます。13位がオレオズさん、ありがとうございます。12位がしおりさん、ありがとうございます。10位が上田和樹さん、ありがとうございます。9位がジョンさん、ありがとうございます。8位がワンタンメンさん、ありがとうございます。7位が RC さん、ありがとうございます。 R が読まれへんくなった。6位がヤン008さん、ありがとうございます。5位がタランポスさん、タランボさん、ん6位読んだっけ、読んだか。5位がタランボさん、ありがとうございます。4位がマチカネフグキタルさん、ありがとうございます。3位がポンギーさん、ありがとうございます。2位がサトくんさん、ありがとうございます。1位がダテちゃんこまるさん、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。完全に停止マークついてるっていうね。元気出た、頑張る、やった。こんなんで元気出してもらえるなら嬉しいです。え、ランキング漏れてない、嘘やろ、ごめん、ほんまや。もう一回読もう。13位オレオーズさん、ありがとうございます。12位が超絶クソの空想詩人さん、ありがとうございます、ごめんよ。11位がしおりさん、ありがとうございます。12位が上田和樹さん、ありがとうございます。ほぼ変わってないな。9位がジョンさん、ありがとうございます。8位がワンタンメンさん、ありがとうございます。7位が RC さん、ありがとうございます。6位がヤン008さん、ありがとうございます。5位がタランボさん、おい、ここで変わるか、ここで変わるか、よし。11位までは変わってない、じゃあ10位から読む、もう最初から行こう、よし。10位、13位がオレオズさん、ありがとうございます。3回目。12位が超絶クソジジイさん、ありがとうございます。11位がちおりさん、ありがとうございます。10位がジョンさん、ありがとうございます。9位がワンタンメンさん、ありがとうございます。8位がわー8位がヤン008さん、ありがとうございます。7位がタランボさん、ありがとうございます。6位が上田和樹さん、ありがとうございます。5位がマチカネフクキタルさん、ありがとうございます。4位が RC さん、ありがとうございます。3位がポンギーさん、ありがとうございます。2位がサトくんさん、ありがとうございます。1位がだてちゃんこまるさん、ありがとうございます。ありがとうございました。くさ確かにもう3回読んだ。もうな、読まれへんくなってくんね、毎日ショールームしてたら。今何位読んだっけってなる。6位がなになにさん、ありがとうございます。何位やったっけってなる。ほんまにほんまにこれ冗談じゃないで、ほんまにほんまにほんまにな。4回目はもうやば。50位くらいやん。もう嘘や、嘘、絶対に嘘、絶対に嘘、そんなおらんおらん、絶対に嘘。あ、よかった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 。もう怖いわほんまに。もうでも一人しか言ってないときは大体嘘やから信じひん。こうやって信頼というものは崩されていくんだよ。ランクインしてないから読まれてない、それはしょうがない、ごめんよ、それはしょうがないんだ。来てくれてありがとうね。もう2597人もおるからさ、しょうがないしょうがない、期待したくせに。いや、猫見つけてるからさ、ちょっとおらんといてほしいとは思った。ちょっとおらんといてってなった、今は来ないでってなった。ちょっとこのまま、あ、しかもボブ見られるやん、あかんあかんあかんで。昨日は呼んでくれたのに、昨日は君が頑張ってくれたんだよ。じゃあ、あのな、ふうくちゃんほんまに可愛い。43位姫、あ、そうね、ランキングな。でもさ、もう一番最初くらいに入りゃ、もうバーっていっぱい投げたら、たまーにあのランキング読むまでは残ってないけど、1位になってる時やって嬉しい。いや、やゆいちゃん猫娘しててたけど、短くなったのは知らんはず。
あのロング最後の日のねじりハーフツインの時に言ってたから、なんか似てるってなってやってよって。そう、誰が髪型知ってる、うん、誰も言ってない、言ってないけど知ってるかもしれん。誰かが密告してたらアウトって感じ。猫娘するためにカットしたかのごとく。確かに、あ、最初な、最初20何位やってんで。いやでもね、そんなもんすよ。延長しま、あー延長しない、終わる終わる。スクショ投げそう。よしよし、終わり終わり。ありがとうございました。黒島はこれから動画を撮ります。メイクは何もしてないですかね。よし、ありがとうございました。バイバーイ、またね。ルームスモー来てみんな。ルームスモーアクティビティやるから、バイバイ。鉄人編、あーいいな、鉄人編もいいよな、鉄人編もいいよな。でもな、最近見たとこやねんな。コメント返す、 OK 返します。ありがとうございました。バイバーイ。ルームスやってるよ、ルームスやってるよ。なんでキューキもやってるのに黒島だけやってないんだよ。おもろ、そんなことある。ルームス入ってよ、ルームス入ってよ黒島。じゃあ何しよう。もうすぐピアノの1週間が終わるから、ちょっと面白い動画を投稿するわ。もう変身したらやったよ。もう上田和樹さんギフトありがとうございます。ということでありがとうございます。十数位に入ってたけど、え、そんなつるの下手やで黒島。つるの下手やで、つるのは下手やで黒島。え、でもリアルな、うーん、合わんと無理やねん。カメラに向かってが無理やねん。合ってしまったらまだマシ。合ってしまったらマシ。そんなことないかもやけど。ということでありがとうございました。バイバーイ。